忙しく過ぎていってる。片付くことを知らないこの部屋はなんだか他の誰かの暮らしから借りてきたみたいだ。まっさらなノートの上一文字目を書き足すようにして期待感と不安感が混ざったインクに浸した心で互い違いに歩き出した僕の両足はどんな未来のアスファルト踏みしめていくんだろう。靴底をすり減らしてドアの向こう側まだ遠くて確かでぼやけてる理想像を追い越すような奇跡を描違いに歩き出した僕の両足は